どうもこんにちは、ラクラクラクです。コーリング黒木着信パート14やっていきたいと思います。いきなりカランカラン言ってびっくりしたけどねやっていきたいと思います。はい、というわけで前回は、試合さんがね、腹痛を起こして腹痛を起こしてね、まあとある病院のね、女性の方にね、ハサミをね貸してもらおうと思ったらね、まあ腹痛で、まあおろろっていう感じでしたねおろろって感じで、まあ結構グサグサ刺されたんですけども、なんとかねハサミゲットして、ここのね扉が髪の毛でね覆われてたんですけども、ハサミで切って入ってきたところね、どこ見るんだ白井さん、どこ見るんだ、この下からまあ新一がまあメガネをね取ってくれということでね、はい、渡しましたメガネーっつってはい、というわけでメガネ渡してどうすればいいんだということでやっていきたいと思います。助けてほしいです、メガネなくて助けてって感じですね。はい、やっていきましょう。足跡のような締めがある。足跡ありましたっけ、足跡ありましたっけ。なんか、うん、誰、うん、けど、え、誰だったんだ。あ、開けんのかな。おい、おう、ここに入るな同じ反応してしまったで、来るんでしょ、来ない、やだ、あ、開かない、あ、開かない、え、そこに入るな、襲ってくるわけでもないのにえ、じゃあなんだろう、え、新一何か、でか、電話かけて、あ、これか。クロミア病院に行けばいいんだね。じゃあ、リンちゃんが出るのかな。でも、まあ、電話してみましょう。はい。997-447-619。あれってなるはずなんですよね。うわってなるはず。あ、いける、あ、いけるんだ、あれ、じゃあ病院にはいたのか病院には、ああ終わっちゃった終わっちゃった、じゃあここまでやっとけばよかったなはい、というわけで今の章終了です。で次は、また同じ章だったら飛ばしますよ。青の章ですね青の章ですね、やったことあるはずですね。はい、そうですね、では飛ばします飛ばします、申し訳ないですけど飛ばします。何かあったらそこからスタートというわけで、一旦カット。来た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 、おらあっかい、あっこの時のリンちゃん全然ビジュアル所詮鈴谷は鈴谷だっつってビビらなすぎ、キャッ、どうしよう、あ、終わっちゃった。所詮鈴谷は鈴谷だな。死の人形に何？てか、サムネにしようこれ。これサムネにしよう。ここか。ライティングで怖さ変わるな。遊んでる場合じゃねえ。頭です。頭です。はい、よ。
ちゃんいい子だな、幽霊になってもらうな、おじいちゃんに手を合わせてな。はっ、うん、ああこんなところで懐中電灯か。あれ、あーちょっとはっ、ああれこちゃんいい子だな、本当にな。いやもう会えるだろうってな。いや変な言い方だけど、もう会えるだろうってな。終了。はあ、はい、というわけで王のショーを終了してまいりました。次は何のショーか。いやー結構作あれカンのショー、カンのショー、あー、カンのショー。じゃあカットしまーす。あー、お願いお願い、おばあちゃん本当に空見るのだけやめて、本当、あなたも行きそうよ。思い出した写真、あ、そう思い出したなんて懐かしい。もう携帯が勝手にホーン、あ、ちゃうねん。あら、携帯が立ってる、フォン、フォン、フォンだけど、フォン。あ、おや、おや、あ、携帯が、携帯が、あ。彼女は終了。お疲れ様でした。というわけで、次は何のしようか。続きを。やっていきたいと思いますね。はい、というわけで缶のショーを終了してまいりました。次は何のショーでしょうかね。次こそはまた白井さんが来てくれることを願って。お、つなだ、ケイのショー、あれ、ケイのショー、シラさんですね。やっていきたいと思います。いや、長い。ほんと長い。同じショーをやらされるのは結構辛いな。あんまり変わってないですからね。てか、一緒だからね。わお。何？まあ、院長室に。やっていきたい。何もないと。いった感じで。OK でだ、つって。来て手を出し、書類。病院宛に当てられ。病院に当てた書類。よし、出てみよう。出てみよう。ん？ん？おいおい。こんなところで。おいおい。マジかい、真っ暗じゃねえか。俺には何も見えてない。仕方ねえな。それなら扉は開くがいい。暗くてよく見えない扉は開くのかい、開かないのかい、閉まるのかい、開かないのかい、携帯で通せないかい。どこへ行けんだろう。やっぱ白井さんやると背高いな。
うわ、びっくりした。下へ行けということなのか。ならば下へ行こうじゃないか。で、これカットしてるわけじゃないのか。もうちょっと声張ろうね。うん、わかりました。はい。うわ。何？俺一瞬、いやでもまあいいや。暗くてよく見えないんだ。暗くてよく見えないんだ。そう、俺には暗くてよく見えないんだ。電池を探そう。電池。ラジカセはリンちゃん使うしな。どこに あったかな。ピャン。どこの、どこだろうな。レイコちゃんの病室かな。レイコちゃん、リンちゃんの病室かな。多分そんな気がする。ここだよね。違う、もう一つ前。違う、ここか。ここだ。違う、あったあった。オルゴールが鳴っているよ。いい音だね。電飾が光るオルゴールのようだ。わお、素晴らしい。この猫ちゃん、なんだろう、マスコットキャラか何かなのかな。すまんな、消えてもらうよ。消えてもらう。可愛らしい猫だ、可愛らしい猫だ。癒される。すまねえ、すまねえ。この電池使えるか。圧倒的、圧倒的電池、ありがてえ。行こう。どっから、どっから怪人になってんだ。なんということだ。まだオルゴールが鳴ってやがる。次、懐中電灯を手に入れた。そしたら、そしたら俺はどうすればいいんだ。俺はどうすれば。あ、そうだ、地下へ行くんだ。なんで俺怪獣やってんの。なんで俺怪獣やってんだよ。俺は少年のことだ。うん、怪獣なんかではない、怪獣なんかではない。さあ、行こう。地下室な、病院の地下室って嫌なんだよな。うん、まあどうせ地下室に行くんだろうけども。いやでも圧倒的電池だった。圧倒的電池だったわ。よし、鍵をゲット。鍵を入手。ここなのかな。あー、よかった、地下室ではないな。びっくりした、一瞬変な方向にしていったからびっくりした。鍵、この鍵は何に使うんだ。こっちじゃない、こっち。はい、鍵だからアイテムだ。道具、寒さら、白いのつむる出版社から発売されたおかるくたけのれれれ。ハッサム、部屋買ったようなハッサム。新聞記念店では、ワークデスクの会。ああ、白衣を着た男性が、ワークデスクの会か。っていうことは、院長だな。院長室へ行こう。デスクの会に？この鍵だよな、きっと。そう、下下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 見ろ、下見ろってんだ、下を。
別れしたりが別れ席。鍵を開けたん。ちょっ。ちょっ。病院の関係者及び患者の院における死亡報告に関し、すべては地下資料室への保管のこと。地下資料室、地下室ってどうやって言うの？連絡。うわー、日高、日奈子。深夜勤中に倒れ、死亡した日高、日奈子。看護師の連絡先になります。緊急なら公認なら緊急連絡、祖父、日高久夫でいいのか、祖父、夫じゃねえ、父。電話のような反抗が読めないな。後半が読めない。何かあるのかい、ないのかい。なさそうじゃない。なさそうだな。出てみればわかる。いや、わかんねえな。メール来るかなって思った。何かヒント、どこかにヒントがあるはずなんだ。全部開ける。何もなさそうなんだけどな。助からない。ちょっとナースステーション行ってみよう。ナースステーションに連絡先載ってるからな。地下、このまま地下はいけないはずだ。電話するんだよ。ひなこさんの電話。52。うん。ここだね。ここは開かないかな。あ、開かないか。2階だったか。トイレ。誰もいない。失礼します。誰もいない。何回行ったんだ。電源は切れている。これはどこまで繋がっているんだろうか。地下。いや、俺はもう知ってるからいいんだ。知ってるからいいんだ。あ、ちょっと知ってるからいいんだと言いつつやりましょうか。やってみたいんだ。俺はやってみたいんだ。そう。俺はやってみたいんだ。俺はどこまで繋がっているんだろう。あれ、やんないのか。もうメールは来ない。あれ、携帯投げるとかいうやつ2階か。いや、その前にどこ行けばいいんだろう。地下そのまま行っちゃっていいのかな。いや、2階を調べてみますか。とりあえず3階は何もなさそう。何かあればふわーってなるはず。ん？ん？なんかいる。何？何？何だったんだ？こんなか？この中だったかな。くわ、惜しい。くそ、失敗した。で、
っちには言わない。ここわかんないもん。こっちはダメか。ここは開かないのか。開いた開いた開いた。あるはず。ないか。あったあったあった。来た。病院関係者連絡も来たよ。日高、日向子、21848ね。21884。ん？この名前。もしかして、電話番号が繋がる？ほう！ほうわい！ほう！あははっつって。ちょっとね。番号覚えよう。連絡先。997-5221か。997-5221884。早くしよ。あれ997-521か。521。覚えてない。ない。くそ。覚えてない。こういう別れたの覚えづらいな。え、マナモトとかじゃない。通話中かい。通話中だった。え、っていうことは。あ、まだ来るんかい。鍵閉められた。鍵閉められた。え、じゃあもう一回何だったんだよ。これをやりたかっただけなのかよ、ひなこめ。ひなこめ、ひなこなの？え、マジかよ。いや、つながんねえからびっくりしたわ。間違えてんのかと思った。全然間違えてなかったじゃん。はい、というわけで、どこに飛ばす？どこに飛ぶ？電話ゲット。さっき置いてきた携帯も拾っておくと、拾っておくか。何かに使えるかもしれないしな。ここ鍵を開けた。ああ。3階じゃねえか。ここ3階だね。携帯なんて見当たらなかった。じゃあ拾っておくか。だから下に行こうとしてんだろ。拾いに行って何になるんだ。はい、あった。 OK、 二刀流だぜ。おうおう、そういう方を。3階からはだったよな。お、なんか見たぞ。気のせいか。で、3階のとこからだな。セーブしよう。3階しか空いてるの見たことないな。 OK、 よっしゃ、じゃあやってみようか。まあ二刀流って言ったらこの方法ですよね。これはどこまで繋がっているんだろうか。勝った方法として手にすれば力に出るかもしれない。しかしこのまま投げられると壊れそうだな。どうにかしないとな。携帯を投げ込んでますか。壊れるかもしれませんよ。はーい。
ま、とりあえず投げてみるか。おい、せーの、はい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 、あ、おう、好き、おう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 、嘘つきだ、うわガンオーバー。あー、セーブしてくれてよかったな。いやー、セーブしてくれてよかったな。あー、嘘つき、嘘つきだな、うん、俺は嘘つきだ、うん、こうなることは予測していた。そう、俺は嘘つきだ別に投げ入れてみたいかったから投げただけなんだ、うん、まあ、壊れるよね、そりゃ壊れるよ、わかるよ。俺相手何かあったはずなんだって。まあ何かにくるむかしなきゃだよね。何かなかったっけ。ナースステーションの中見てみよう。包帯とか包帯でぐるぐる巻きにするとかね、伸縮性抜群の包帯でぐるぐる巻きにするとか、どうやるんだったかな。何か、あ、日比野さんなんだ。12年が飛び降りた。信じない、信じたくない。すぐそこにいたのに止められなかった。手を出したけど届かなかった。その時は思い出したくない、思い出したくない。あんな赤い警察の人が来ていろいろと話を聞かれたはずだけどよく覚えていない。猫ちゃんのお母さん連絡がつかないままだけど、もし来て、もしできたとしてもどんなことを分かってければいいんだろう。支えてあげようと決めた時に決めたのに結果はこんな。今一人になって頭を冷やしたい。そうしないとおかしくなってしまう。まあこの現実は受け止められないわ。何か、うん、いやうわっ、おいしょい、おいしょい、びっくりしたな、おい すげえ感情に浸ってたのにあー、金よいしょい、日比野ちゃんが、日比野ちゃんが大事な時にさ、このなあ、もう日比野ちゃんもなあって、もうなあって、もう目の当たりするなあって思ってた時にさ、なんなあいつは、ったくだいだ、わからない、うん、わからない。ちょっと包帯か何かかなとかって思ってわかんねえな。はい、とりあえず今回はここまでにしておきましょう。次回は何か見つけたらそこからスタートしましょう。ちょっとわからないままスタートしたって何も始まんないわけですからね。はい、じゃあこのまま探しておきますので、パート14ですね。まあこれで終わりにしたいと思います。まあ探してる時に何かあったらまあそこからスタートしたいんですけれども、多分事後報告になるかもしれません。はい、とりあえず一旦ここで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では次回お楽しみに。さようなら。